アッサラムアライコン。皆さんこんにちは。オリエンタルコンテンポラリーダンサーのパドマでございます。今日は安定したダンスを踊るのに必要なバランスを鍛えるエクササイズを一つご紹介したいと思います。本日のエクササイズには以前にご紹介した手の動きが含まれております。詳細欄にリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。とても簡単で静かで畳1畳分くらいあればできてしまうエクササイズですので、ぜひ毎日やってみましょう。それでは一緒にやらびな。まずは初級編です。まずしっかりと立ちます。体の軸を整えて、二間みぞおち丹田がしっかり3つ揃うように立って深呼吸しましょう。足の裏はしっかりと床につけます。体がまっすぐになったらどちらかの足でいいです。まず右足で立って左足を上げてみましょう。足を床から離してしっかりバランスを保ちます。この時にお尻、お腹をしっかりと入れておきます。息をしてそのまま膝を少し上げてみましょう。上げる時に腰が一緒に上がらないようにお腹は締めて、股関節から持ち上げるようにしていきます。お腹を使ってしっかりと体を支えていきます。目線はできるだけまっすぐ前を見るようにしていきましょう。このまま足とお尻がブラブラしないようにキュッと締めて、下半身をキュッと締めて保っていきます。できる人はここから腕を動かしていきたいと思います。まず両手一緒にスネークアップダウン、壁を撫でるように手を動かしていきます。腕に集中しすぎると足が落ちてきたりとか下半身がブラブラしてしまいますので、しっかりお腹に集中して手を動かしていきましょう。これも慣れてきたら左右を交互に動かしてみます。バランスをしっかり保ちながらお腹の力抜かないようにしていきましょう。慣れてきたら手を前に持ってきます。さらに慣れてきたら回してみましょう。足が落ちてこないようにしっかりお腹とお尻で支えていきます。お尻が緩んでしまうと下半身が揺れやすくなりますので、しっかりお尻を締めていきます。手を上に持ち上げていきます。下ろします。手首を回しながら足が落ちてこないようにしっかりとキープしながらバランスを保っていきましょう。一旦足を下ろします。同じように、右の足も上げていきましょう。そのままスッと持ち上げていきます。お尻が開かないように、同じように手のエクササイズを始めていきましょう。どちらかバランスが左右で結構違う方多いんですが、できるだけ両方同じようにできるようにすると筋肉も左右のバランスが整ってくると思います。慣れてきたら左右交互にスネークアームします。足が落ちてこないようにしっかりとお尻とお腹で支えていきましょう。手を真ん中に集めます。慣れてきたら手を回してみましょう。できるだけ滑らかに動かしていくんですが、手に集中しすぎると足が落ちてきますので、しっかりと足もキープしながら手を動かしてください。上に持ち上げます。お腹もしっかり締めます。足が落ちてこないように下ろします。ブラブラしないようにしましょう。ゆっくりと足を下ろして、これで初級編が終了となります。それでは中級編に行ってみましょう。先ほどと同じようにしっかりとバランスを整えてから片足を上げます。できるだけ高い位置でキープするように、お尻を締めてお腹を締めて、この足がぶれないようにしっかりと下半身で支えていきましょう。ここからまた動いていきます。中級編ですので少し上半身をアグレッシブに動かしていきたいと思います。揺れましょう。揺れましょう。揺れた時に骨盤のあたりが一緒にこうやって揺れてしまうとすごくバランスが崩れますので、骨盤のあたりはしっかりと支えて、上だけです。みぞおちから上だけをアンジュレーションするように揺らしていきましょう。揺らしても下半身がぶれないようにお尻とお腹はキュッと締めておきます。ちょっと頑張って耐えていきましょう。辛くなったら一旦足を下ろしても大丈夫です。頑張って揺れて揺れて、上半身は大きく揺れていますが下半身はブラブラってしないようにお尻を締めてしっかりと揺らしていきます。疲れたら一旦休んで OK です。反対の足いきましょう。アップキープします。お尻を締めてお腹を締めて安定させていきます。お尻が緩んでしまうとブラブラブラっと、揺れやすくなってしまいますので、しっかりと締めて息を通していきましょう。さあ、上半身を動かしていきます。揺れる揺れる、足はブラブラしないように、しっかり下半身をキュッと締めて、できるだけ動かないように上半身だけを揺らしていきます。あと10秒ぐらい頑張りましょうかね。揺れても下半身が揺れないように骨盤を締めていきましょう。はい、OK です。ゆっくりと足を下ろして週休が終了です。それでは上級編いってみましょう。上級編は下半身を動かしていきたいと思います。まずは先ほどと同じように眉間、みぞおち、丹田、体の3点をしっかりと揃えて、床に足をつけて体をまっすぐに立っていきましょう。安定したら片足を上げていきます。まずは右足を支えにして左足を上げてみましょう。今回は上半身をしっかりと支えるようにしていきます。両手でバランスを取りつつ、お腹とお尻をしっかりと支えて、まずは安定させて立っていきます。少し股関節を緩めておきます。これでしっかりとバランスが保てたら、骨盤をアップダウンさせていきます。左の股関節をアップダウンアップダウンアップダウン、これはお腹がしっかりしていないと揺れます。お尻もしっかりしていないと揺れます。ですので、お腹とお尻をしっかりと支えにして、みぞおちで体を持ち上げるようにして、股関節を柔らかく使ってアップダウンアップダウン、できるだけ頭の位置を動かさないように気をつけてみましょう。アップダウンアップダウンアップダウン、反対もやってみます。今度は右足を上げていきましょう。上半身を支えにして股関節をアップダウンアップダウンアップダウン、足がだんだん下がらないようにしっかりお腹を入れて息をしながらやっていきましょう。できるだけ頭の位置を動かさないように、アップダウンとならないようにしっかりと鏡などを見ながら確認しながら動いていきましょう。ダウンアップ、上級編もう一ついきます。今度は、同じように体をまっすぐにしたら足を上げます。膝をできるだけ高い位置に持ってきたら上半身をしっかり支えます。ここから膝を外内外内外内、体がぶれないようにしっかりと軸を整えて、体幹は動かないように股関節から動かしていきます。膝だけが前と横前と横に動くようにやってみてください。ゆっくりと足を揃えたら、今度は反対の足いきましょう。同じようにアップ、膝をできるだけ高い位置にキープして、上半身が支えられるようにきちんと筋肉を整えましょう。膝を開きます。せーの、外内外内外内、頭の位置が動かないように外内、お尻が回らないようにしましょう。しっかりと体幹は正面をキープしながら動かしていきます。外内外内外、はい、 OK です。ゆっくり足を下ろしましょう。上級編ラストもう1個いきましょう。今度は足を後ろに蹴り出していきます。しっかりと上半身を支えて、手を横にキープしたらお腹を入れながら足を引き上げていきましょう。ここからかかとを後ろに蹴り出すようにして、前後ろ前後ろ、後ろに蹴り出した時に特にお腹をしっかり支えるようにしていきましょう。前後ろ前後ろ、息を止めないようにして動いていきます。後ろ前後ろ、丹田のあたりをしっかりとキープしていきます。前後ろ前、あと2回いきましょう。1、2、OK です。反対の足もいきます。しっかりとまっすぐに立って、膝を持ち上げていきます。上半身がぶれないように、みぞおち、丹田、お尻をしっかりと整えたら始めていきます。膝を後ろに押し込むようにして、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ、目線を安定させましょう。前、後ろ前後ろ前後ろ、みぞおちのあたりをしっかりと上にキープしながら前後ろ前、あと4回いってみましょう。4、3、2でラスト。はい、上級編終わりです。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。どの動きもバランス力がないと続けられない動きとなっておりました。最初は少し難しいと思うかもしれませんが、だんだんやっていくうちにバランス鍛えられていきます。ぜひ諦めないで続けてやってみてください。その際には、闇雲にやるのではなく、ここ、眉間、溝落ち、丹田ですね。この3点をこういかに真ん中にこうキープしながら、一部を動かしていくかっていうところがすごく肝となってきますので、その辺ですね、ちょっとこう、キープする意識っていうのを、持ってやってみると、だんだん、なんとなくこう、バランス取れるようになってきますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回の動画が役に立ったら、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。その他にも、ダンスのテクニックの説明や、エクササイズのご案内なども動画でしておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。マッサラーマー。